今日はですね4月の24日日曜日です。今日はですね、ゴールデンウィーク前では多分最後かなと思うんですけど、なんかゴールデンウィークあんまり天気が良くない感じでしたね。雨曇りだったのでちょっとがっかりですけどね。とりあえず今日は天気もいいし、気温も今14度ありますね。結構ここは寒いとこなんですけど14度もあるので、一気に午後から活性上がれば釣れるんじゃないかなと思います。でポイントは、今日のポイントはちょっとあんまり下流の方じゃなくて上流の方ですね。上流の水量がもうだいぶ少なくなった、渓流ですね。そこを狙って、ヤマメイワナ狙いたいと思うんですけど、あと新規のポイントももしかしてあればそこら辺も狙ってみたいと思います。巻きを狙いますか。奥の。まだだね。いんのかな。早っ。いやー、取ってなかったな。まあいいけど。うわー、すげえ。走られた。量計ですね。量計ですよ。ああ、やばい。マジで、ちょっと、でかい。でかい。ヤマメですわ。ヤマメです。おお。明日ヤマメ。でもまあまあサイズですね。よいしょ。こんな綺麗な26ぐらいかな。6まだ細いんで、ちょっとローリングして傷がついてる。写真撮っておきます。困りますよね、ちゃんと。これ、ここから輸血してるんですか。じゃあ、リース、出すか。